株式会社サロンドフルベールは大阪市西区西本町に本社を置いていた訪問販売制の宅配用化粧品、医薬部外品、健康食品を扱う企業である。シンボルマークはメビウス。1973年に設立、かつては装備人のシンボルマークで親しまれていた。この装備人のモデルは前田敏成の繊細、ナミコである。 代表取締役社長は中山ゆかり。同社はセルフ化粧品のメーカー、株式会社クラブコスメチックスのグループ企業でもある。同社提供番組でのスポンサー出向当初はフルベール化粧品で放送されていたが、末期は化粧品の読みを省略していた。ちなみに提供読みはフルベール化粧品や美しさへのマイウェイ。フルベール化粧品だった。 2009年1月8日に株式会社フルベールから社名変更したが2012年1月1日に親会社であるクラブコスメチックスと合併して解散。現在は株式会社クラブコスメチックスサロンドフルベール事業部となっている。以上のように大阪市にある大手中堅企業が名を連ねている。潜在信奉者発行。 潜在日用品商法2011年9月26日号。ありがとうございます。